宅地本小説大丈夫宅地本は日本統治時代の朝鮮半島において1920年代から1930年代にかけて流行した廉価な出版物。名称は表紙が面子のようにカラフルだったことによる。宅地本は鉛活字を用い、西洋式印刷技術で大量に印刷された。六千で売られていたことから六千小説とも呼ばれた。 書籍のサイズは、おおよそ46版であり、文章は、ハングル縦書きで綴られた。旧活字本、活字本などとも呼ばれる。宅地本の多くは小説であり、高吉道伝陳清伝春花伝といった古典小説のみならず、超昆布などの新小説、金油新実記など、歴史上の人物を扱った小説、1923年に、 ヒレの果ての自殺事件を起こして話題となった、平壌のキーさん、安垣花を題材にした小説などがある。このほか、ジョーク集や様々な歌を載せた、造加集、解決、調作林など、同時代の人物を扱った表伝も出版された。宅地本のカラフルな表紙には、書物とは厳粛なもの、という通念を打ち破るほどの印象があったと、朝鮮日報記事は紹介する。 1935年の調査では、春花電が年間7万部、陳清志殿が同6万部、高期地道殿は同4万5千部を売り上げている。聖金館大学校のチョンジョンファン教授は、旧活字本小説は読書が大衆化、近代化する決定的な契機になったと評価する。韓国の各図書館が所蔵するた、口本については、 デジタル化とネット上での公開が進んでいる。2010年7月には、ソウル大学校中央図書館が、デジタル展示会、韓国宅地盆栽サイバー展示展を行った。2011年11月に、韓国国立中央図書館が、デジタル化の完了を記念して開催した開館66周年特別展では、雑誌総刊号、教科書、外国人の韓国史、古地図、 古文献、北朝鮮の文書など十二分野が特集されて、その代表的な蔵書が取り上げられ展示されたが、宅地本も一分野として取り上げられた。ABCDEFGHIJKLM、朝鮮日報、http コロンスラッシュスラッシュニュース .chosun.com スラッシュサイトスラッシュデータスラッシュ html ディル2 0 1 0 0 7 1 1 0百億七千百三十万二千百四十九。HTML2016 年十月二十日閲覧。同記事日本語訳の前半。金はじめ明。日本統治時代のベストセーラー。宅地本。朝鮮日報日本語版。オリジナルの2010年七月二十日時点におけるアーカイブ。 <ッ><ッ> h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 0 0 7 2 0 0 4 5 0 4 3 h t t p w w w c h o s u n l i n e c o m n e w s 2 0 1 0 0 7 1 8 0 0 0 4 2 0 1 6年10月20日閲覧 ?abc。とは日報。 http://news.donga.com コロンススララッッシシュュスラッシュ3スラッシュオールスラッシュ20111113スラッシュ41853024スラッシュ12016年10月20日閲覧。abcd 朝鮮日報 http://news.chosun.com コロンススララッッシシュュスラッシュサイトスラッシュデータスラッシュ html 2010-07-13-2兆100億7130万 2149HTML2016 年10月20日閲覧。同記事日本語訳の後半、金はじめ明。日本統治時代のベストセラー、宅地本、朝鮮日報。オリジナルの2010年7月23日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20100723012730/http://www.chosunline.com/news/20100718000052016 年10月20日閲覧 ?66 韓国国立中央図書館2016年10月20日閲覧ありがとうございます。